始まりました。猫対タコの戦いでございます。足にもかけて、足にもさ、足に足で決まる子がいたりとかして、もっと足の先とかさ、そう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 。でもさ、猫同士が喧嘩した。大丈夫でしょ。だからいろんなとこ、足の先っちょがいいんじゃないの。そうするとほら猫がさ、ばらけるじゃん。あ、8匹いるからね。そうそうそう、8本だったら。いいね、どうしよう、牛ちゃんがもう完全にマウント取ってんだけど。もうすごい戦いになった。大丈夫大丈夫、まだじゃれて。牛ちゃんときなこ、きなこがやっぱ悪い。圧倒的な悪さ。くーちゃん行きなよ。くーちゃんここです。くー行け。ちょっと上手に巻いて。でもめちゃくちゃ可愛いじゃん。そこにいるとなんか絵的にあんま面白くないから。ね、でも可愛いよ。目のとこ。この足先。目なんかやっぱ先っちょに行っちゃうね、どうして。まあ、このアングル可愛いからちょっと変えよう。そっちの生配信のやつこっち持ってこよう。生配信のアングルちょっと変えようか。うん、じゃあ、あんま面白くないか。それだとなんかさ、ゾンビの世界みたい。ギャーやめろお前ら。今タコの気持ち、はあ、痛い。足を噛まないでくれというタコの断末魔の、もう目玉をすごいベロンベロンしてるピナちゃん、すごい、うん、足で決まるカブちゃん、わー、タコが、ああ、タコが、やめろ、引っ張るだ。そう、でもこのタコよくできてて、めちゃくちゃリアルなんですよ。で、ちょっとさ、なんでさ、メイは他を攻撃するのかな。オクトパスハーレだ。クーちゃん、クーちゃん行きな。クーちゃん行かないの。クーちゃんちょっと違うみたい。ユシちゃん、ちょっと決まっちゃった。牛ちゃんちょっと決まっちゃったね。離れで決まっちゃったね。ね、タコも触手再生するよね。うん。そうなの？ちぎっても再生するの？そう。そう。みーちゃん決まると攻撃的。攻撃的だね。くーちゃん行ってほしいな。あとでくーちゃん二人でやろうか。悪魔のタコ。そう、このタコゴージャスだから、あのグアムからね持って帰ってくるときずっと抱っこしてたんですけど、すごい振り返られてたね。もう外人さんにバカウケだったよね。バカウケだったね。ワオーみたいな。オクトパスイエイって感じ。うわナイスとかすげえめちゃめちゃ言われたもん、うん、クールとか。まあ色がすごいもんね。なんかサボテンの時のがすごかった気がするね。そうだね。なんかタコは意外とおとなしかった。うん。もし私入っちゃわない。大丈夫、下向けてるから。うわ、足で猫キック。ウィシちゃんはもう自分の足ペロペロ。あ、クーちゃんが来た。クーちゃんおいで。クーも楽しもうよ。あれ、シンはどこ行った？シンいなくない？シンはここだよ。シンは興味ない。シンは全然動きません。アンジェガタメ。もうなんかこれは俺のもんだっていう、すごくない？うん、きなこはもう完全にもうこれは俺のもんだ感がすごい。タコが言うのよって言ってた女優誰だっけ？誰？かじる面積多いからみんな楽しめてるように見える。確かに。あれかな、くーちゃんの前にさ、サボテン持ってきてサボテンで遊ばせる。今こっち側に引きつけてられて、うん、みんながそれぞれの場所でそれぞれの楽しみ方をする。うん、デラデラしてるね。
始まるクーさん。ちょっとメグ、ちょっとこのきな粉を溶かして。なんで？ちょっとなんかそこ今クーさんに楽しま、しませてあげたい。うん、あ、来ちゃった来ちゃった。来るといなくなっちゃうからな。そうだね。じゃあきな粉とかね。うん、メグがすごい邪魔。メグがすごい邪魔。改めてクーちゃん一人で楽しむぞ。なあクーちゃん、大人だって楽しみたいよな。あー、なんかで、あー、あ、始まった。クーさん始まった。クーさん始まったね。クーさん始まったね。クー始まりました。あ、そっちにきなこ行っちゃったよ。みんな来ちゃったな。でももうクーさん一応決まったから楽しそう。うん、クーはね、ほら、子供が遊ぶと遠慮しちゃうから。始まった始まった。始まったよクーちゃん。いいねクーちゃん。いいよいいよ。クーちゃん始まったね。いいよ。っていうか、タコ寄るとめちゃくちゃ怖い。うん、おっと、牛ちゃん。タコもすごい。すごい、そっくりなのが白黒2匹がまた旅始まります。いいね、決まってるね。牛ちゃんも行く？牛ちゃんも決まっちゃう？タコの目が取れそう。取れそう。目やられてるね。目やられてるね。豆が目攻撃してる。豆。わー。うわー。やっぱ急所狙ってくるね。やっぱ猫って怖いね。まあ、めちゃめちゃね、目にかけたからね、またたびね。あ、そう、猫ちゃんのせいか。もう欲しかった絵だよ、その。うわー、やめろー。やめてくれ。隣にこのタコいたらビビる。画面がクラッシュしたと。マメ、いたじらっこ、いたじらっこ、トロトロだね、いたじらっこ。ちぎれるんとちゃいますって。タコの頭と呼ばれる部分は実は、マメかわいい。おー、みんな集まってきた。マメはね、じゃれててもやっぱかわいい。この間からあんまり焼いてないから決まりが甘いかもね。この間はほんと久しぶりだったじゃん。あ、そうだね。半年ぶりぐらいに使ったから決まり方がすごかったけど、うん、今回は一月ぐらいか、うん、2週間ぐらいか。サボテンが来てすぐだからね。サボテンにもまだね、またたびついてるんだけど行かないな。あとそのまたたびの効きが悪いのかもね。会社によってあるんじゃない、効きのいいまたたびと。あ、そう、うん、そっか。おっと、牛ちゃんが始まりました。そう、そこがまた旅だよ。そう、そこそこそこ、うん、牛ちゃん気がついちゃったね。牛ちゃんまた旅のポイント分かってた。タコは炭は使わない。イカの炭は使えるが、あれ、タコって炭吐かないんだっけ。すごい、めっちゃ行く、ね、こっちもなかなか面白くなってきたよ。すごいグフグフ言いながら牛ちゃんが大変なことになってます。ゴジラさん、こっちにね、つきっきりだったけど、なんだこれ。これなんか黒いの、うん、白黒多くない？なんかすごい集まっているね。牛さん、牛さん楽しいのかな。皆さんはもうお疲れです。うん、すごい黒いのが4匹、黒いの4匹ワンフレーム。牛ちゃん行くね。サボテンの方が人気。ヤクルトは試合時間長めですね。そ
それだけ楽しめるとも言えるけど、ものすごい灰色、うん、手前に一人茶色がいるけど、きな子困ってるね。本当だ、一匹困ってる猫が右にいますね。タコはもうシンが独占中です。うん、シンちゃん楽しそう。牛ちゃんすごいね。やっぱ牛ちゃんサボテン好きだね。牛ちゃん、ね、めっちゃ行くね。牛ちゃんはめちゃくちゃサボテン。サボテンとずっと一人遊びができそう。独占。独占。牛ちゃん邪悪な顔してるよ、すごい。きな粉を感じしてる。あたいのサボテンやねんって。好き。かわいい。もち。もちが来ました。めっちゃ攻撃してる。牛ちゃんはもう渡さない気満々。だね。あ、きな粉が折れた。きな粉。豆と牛が。牛ちゃん、あ、でもきなこ来た。うわー、みんな来た。そこなんかきなこでけえな。きなこサボテンより高さあるね。きなこでかいな。サボテンの場所が端っこでさ、なんかあんま映えないよね。もうちょっと真ん中に置くべきだったかもしれない。溶かしてみたら、すごいね。タコの住む砂漠の近くにコインランドリーが置いてあるというすごい世界。なんか物語が破綻しとる。どの角度がいいのかも全然分かんない。ちょっとゴジラさんと置いてこうかな。豆かぶはサボテンがお好き。うお、乗った。あ、見て、めちゃくちゃかっこいい。すごい。サボテンって乗れんの？サボテン乗れるね。その後ろではランドリーで遊ぶ猫。もうすごい。手前にはタコ。すごい。カオスになってんな。そうね。今日の生配信はカオスですみませんでした。どこにフォーカスするかだね。今タコはあんまり動きがないので。お、でもクーちゃんも来た。うん、緑と赤が色鮮やか。まあ、そうとも言うね。公女さんの頭をつけといて。はい、こんな感じかな。餅はやっぱあんま好きじゃないんだね、またたびね。猫によるね。なんか白黒いっぱい来るね。うん、白黒は白黒だけだね。灰色と白黒しかいない。うん、ねえ、人間にタコの足元でクックーがさ、うん、決まってるね。好きって顔してるのかわいい。これです。デローン、デロデロ父さん、デロ父さん、クックー、いやー、ちょっともう変な絵になってるけど。うわー、クーちゃん、クーちゃん、チョコレーゼみたい。確かにチーズだよね、猫の白が。猫チーズってこと？ほら、タコがトマトでさ。カプレーゼ、うん、ちょっと美味しそうだね。よいしょ。どうした、ぐーちゃん。ぐーちゃん、足の裏にわたたび塗って何秒耐えられるか選手権。ぐーちゃん、くるりんしてるね。でも可愛い。
疲れ様でした。スパチャいただいちゃって。ああ、ありがとうございます。今日はもうそろそろ切っちゃうという。ごめんなさいね。いや、ちょっとね。明日は私、働いてまいりますよね。でもほら、可愛いでしょ？みんな可愛いでしょ？今日はまた旅でデロデロしたニャンズのカオスをお楽しみいただきました。目がキラキラしてるね、でも、ね、くーちゃん。かわいいね。なんか、目キラキラしてるし、かわいいね。あっという間に楽しめました。ありがとう。タコが登場するところから楽しめ。ということで、ね、猫ラジ、楽しんでいただいてありがとうございます。すごい。超仲良し。猫ラジに向かう延長はつきものですが、さすがに24時間。最後エンディング1時間延長とかだったら25時間とかだったね。終わったらさ、なんかでもグッとくるんじゃない？ 24 時間やりきったみたいになるんじゃないかな、なんて思ったりしております、うん、ということで今日もお付き合いいただきまして、怖い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 、すごいなんかゾンビみたいだった今。